受験生の皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。今回は、英文法基礎講座、第11回として、形容詞の叙述用法と、限定用法について解説します。では、始まり。英文法基礎講座第11回として、形容詞の叙述用法と限定用法について解説します。まず、叙述用法と限定用法をご存知ですか？この2つの用法自体は、中学1年生ぐらいの時にもすでに勉強します。ただしその時は、叙述用法とか限定用法という文法用語を習いませんので、なかなか記憶に留まっていないかもしれません。具体的な例で見ていただきますと、叙述用法というのは、要するに保護、詞としての用法のことで、1、This pencil is long. この鉛筆は長い。2番、This car is old. この車は古い、ですね。それに対して、限定用法というのは、名詞を修飾する用法です。1番と2番とほぼ同じ内容を違う表現で、3、This is a long pencil. これは長い鉛筆です。4、This is an old car. これは古い車です。すべてね、中学1年生レベルの英語で、1番、2番の使い方が叙述用法、3番、4番の使い方が限定用法というのです。実は、ほとんどすべての形容詞は、叙述用法と限定用法の両方ともに使えまして、意味もほぼ同じです。ですから、普段そんなに気をつけなければいけないということはないんですけれども、入試問題に限って言いますと、例外的な単語が出ますので、その例外について今から、少し確認していきたいと思います。はい、まずですね、叙述用法だけに使われる形容詞があります。たくさんあるんですけれども、2個か3個だけ説明しますね。私の中ではその代表としてアフレイドっていうのがあります。で、辞書ジーニアス英和辞典でアフレイドについて調べてみますと、アフレイド、形容詞の次に、叙述というふうにはっきり、叙述用法で使うというふうな説明がついています。その次、S is afraid of O で、主語とか目的語のことなんですけれども、主語である人が一般的に目的語、人とか物とかことを恐れる、もう少し簡単な訳で言うと、S は O が怖い。要するに、Be afraid of のことなんですけれども。で、丸語の例文、My son is afraid of barking dogs. 私の息子は吠える犬が怖い。です。はい、続いて、aware について調べてみました。同じくジーニアス英和辞典。aware を引いてみますと、叙述と書いてあって、また同じように、S is aware of O と書いてありまして、S、人が O に気がついている、何々を知っているですね。6の例文、You are not aware of it, but you are stepping on my foot. お気づきでないかもしれませんが、あなたは私の足を踏んでいます。会話表現ですね。かなり丁寧な表現ですけれども。ところで、2つ見ただけなんですが、A で始まる叙述用法のみの形容詞が実はいくつもありまして、これ以外にどんなのがあるかというのが辞書にも載っていました。alike とか、alive とか、alone、ashamed、awake ですね。じゃあ、全部が全部 A から始まるのかというと、そんなこともないんです。ということで、A から始まるわけではないけれども、叙述用法だけの形容詞についても、1個だけ確認してみます。はい、ということで、ぜひ受験生の皆さんに覚えていただきたい単語が、形容詞の well です。形容詞ですよ。中学1年生なんかが習う副詞のウェルのことを言っているのではありません。形容詞のウェル。ジーニアス英和辞典で調べてみますと、ウェル、形容詞ね、その後、通例叙述、
人がある時点において健康な、丈夫なっていう意味です。で、7番の例文、I don't feel well today。 私は今日は気分が良くない、ちょっと体調優れていないと言ってるんでしょう。丸8の例文はですね、ちょっと違和感あるんですけど、 How are you? ご機嫌いかがですか？お元気ですか？ I'm quite well, thank you, and you? とても元気です、あなたはいかがですか？I'm fine, thank you と fine を使いたくなるところなんですが、 well のところを引いてみると、 How are you に対する答えとして I'm quite well が載っていました。もちろんその well は形容詞で元気という意味なんです。で、この元気という意味の形容詞 well は叙述用法にのみ使うという意味なんですね。さて、今度はですね、限定用法だけに使われる形容詞、これもいくつもあるんですけれども、3つぐらいだけ説明します。まず only ですね、ジーニアス英和辞典で only について調べてみるんですけれども、オンリーなと形容詞として比較なし、限定と書いてあります。で、単数名詞につけて唯一のたった一つのたった一人の、まあ、これを覚えていればもう大丈夫だと思うんですけど、そこで例文を見ますと、 My father is an only son。 私の父は一人息子です。ただしオンリーっていうのはですね、どこに置くかによって意味がいろいろ変わってしまいまして、 He is only a child という文だったら、彼は子供に過ぎないという意味になってしまいます。よろしいですか？ An only son は一人息子で、 Only a child は子供に過ぎないという意味です。Only はとても難しい単語だと思います。はい、続いて限定用法にだけ使われる形容詞丸2ということで、メインを調べてみました。辞書ジーニアス英和辞典でメインについて調べてみますと、形容詞で限定と、全体の中で重要度大きさにおいて主な主要な中心となるという意味として載っていまして、例文は I noted down the main points of her speech。 私は彼女の演説の要点を書き記した。主な点、主要な点、中心となる点、まあ、要点ですよね。メインはですね、限定用法にのみ使われる形容詞。はい、もう一つですね、限定用法だけに使われる形容詞を調べたいのですが、ちょっと違和感あるかもしれませんが、very というのはですね、形容詞にもあるんです。中学1年生が習う very は副詞なんですけれども、形容詞のベリーがありまして、それを辞書ジーニアス英和辞典で調べますと、限定用法でちょうどその、まさにその、ぴったりのという意味です。とてもという意味では全然ありませんよ。とてもというのは副詞の用法ですから。で、例文が2つありまして、 At that very moment the doorbell rang。 ちょうどその時ドアのベルが鳴った。まさにその時ドアのベルが鳴ったっていう意味ですね。もう一つあります。中学生に教える可能性があるのは12番の方です。 This is a very book that I need now。 これこそ私が今必要としている、まさにその本です。このベリーは難関高校の入試問題に時々出てしまうので、12番の例文見たことある人いるかもしれません。これをとてもとか訳したらもう即座にアウトなんですよ。まさにその本、ぴったりの本とかっていう形容詞としてのベリーがですね、限定用法のみに使われる形容詞なんです。よろしいでしょうか。さて、ここからですね、大学入試レベルになるんですが、叙述用法と限定用法の両方に使われるんですけれども、意味が異なる形容詞があるんです。で、まあその代表として able をジーニアス英和辞典で調べてみますと、1番として叙述用法の able は、人が実際に何々することができる、つまり be able to のことを言ってます。で、2番、人が有能な、あと通例限定用法で、行為などが優れた。この辞書の説明を見ますと、有能なという意味は、
叙述用法と限定用法の両方に使えるというふうな説明になっているのですが、参考書などでは限定用法のみとして有能なが載っていることが多いです。で、今回辞書でもう一度確認して、ちょっとこうだったのか、じゃあ参考書は全部間違っているのかなと私が迷ってしまうんですけれども、一応2番で使われている有能なはですね、もちろん限定用法にも使えますので、例文自体は大丈夫です。13、He is able to speak 10 languages. 彼は10の言語を話すことができる。いわゆる be able to ですね。で、be able to の able を取り出して、名詞にくっつけると、それはできるという意味ではなくなってしまうという意味です。He is an able teacher. 彼は有能な教師です。もちろん14番の英文をですね、彼はできる先生です、できる教師という日本語通じるんですけども、もし14番のような英文が出てきたら、それは有能なと訳すのがいいです。で、優れたでも良さそうなんですが、行為などが優れたと言ってますから有能がいいと思います。ちょっと微妙な感じで難しいです。さて、続いてですね、叙述用法と限定用法で意味が異なる形容詞その2として、デートですね。これもジーニアス英和辞典で調べますと、通例限叙述で何々に遅れた、遅刻した、前置詞4、つまり be late for のことを言っています。4番は限定で、 the late なんとかと前にくっつく座がついたりするんですが、最近死んだとか、こ誰それですね、人が死んじゃっています。15の例文でいきますと、 he was late for the meeting. 彼はその会合に遅刻した。16番、 her late husband、彼女の暴夫、死んだ夫暴夫ということになっています。はい、今回の動画はこれで最後なのですが、叙述用法と限定用法で意味が異なる形容詞その3として、 pleasant を説明したいと思います。ジーニアス英和辞典で調べてみますと、形容詞1番のところで通で叙述、人が何々出席している前置詞 at、 つまり be present at でどこそこに出席しているという意味ですね。2番は限定用法で現在のです。例文17を見ますと、 10 people were present at the meeting yesterday. 10人の人が昨日の会合に出席していました。18番は What is the present address? あなたの現在の住所はどこですか。大学入試で、ちょっと問題に出やすいのは、やはり最後に説明している叙述用法と限定用法で意味が異なる形容詞ということになります。ぜひ形容詞について調べることがあったらですね、その度ごとに叙述用法なのか限定用法なのかを気にかけて勉強を進めてください。いかがでしたでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。